まだねこう確定はしてないですけれども、メジャーに行くんじゃないかと言われている中で、はい、こうメジャーの球団の中でもこう、はい、中4日当番なんで、まあ、ピッチャーに専念させようとか、はい、あとまあ指名打者制のリーグであれば、指名打者も使っていこうとかっていろんな使い方があると思うんですけれども、今ですね、ささやかれてるのは、大谷を中4日ではなくて、中6日を空けて DH とピッチャーをやらせたいという球団がたくさんいるらしいんですよ、はいはい、でそれをやることによっての不協和音というのがどのぐらいあるんだろうというのを、はいはい、今調査中みたいですね。豊さんとしては、はい、どの起用方法が一番いいかなと思いますかね。まあそうですね、やっぱり DH があった方が調整がしやすいと思うんですよね。ですから DH があるそのリーグに行った方が大谷はより活躍できるんじゃないかなというような気がしますけどね。またね結構移動とかもこうメジャーリーグで非常にハードだったりと聞くじゃないですか、はいはい、そういった面でやはりこう登板間隔とかがこうあまり空いてないと相当こう体には負担がかかってくるというところなんですかね。まあ、移動だとか大変だって言いますけども、はい、日本より楽みたいですよ。そうなんですか。チャーター機で全部あの、はい、用意をしてくれるので、まあ、しんどいのは時差ぐらいらしいんですよ、はい、あとはやっぱり知らない環境に入って大谷を仲間としてすんなり受け入れてくれるかどうかですよね、だからそこら辺もやっぱもう人間がやってることですから、受け入れて本当にアットホームな、なんか日本ハムみたいなあったかいチームにスポッと入れるともう家族のように働けると思うんですけども、やっぱ厳しいところに行くとね、やっぱりやっかみがあったりだとか、そういうことってあると思うんですよね、はいはい、だからいい球団に入ってほしいなって思いますけどね、はい、ピッチャーもやりたい、バッターもやりたい、野球の本場の俺らができないのにお前できんのかみたいな、まあ、そういうのもあるし大谷が入ることによって打線に入ることによって一人弾かれるわけじゃないですか、はい、そういう意味も、はいはいはい、だからまあそういうこともあるんですよね。だからそれなりの成績を残して納得させればいいですけども、はい、最初全然数字がないなくていくわけじゃないですか、はいはい、まあ、言えば特別待遇で与えられるというようなことになると思うんですけども、やっぱそこでうまく数字が残せるといいなというふうに思いますけどね。やっぱり、ね、こう持ち前の愛嬌っていうんですかね、あの可愛らしい感じ、いたずらっ子な雰囲気とか、はい、そういうところでね、こう向こうにもし行ったとしても、はい、いろんな方に好かれてね、可愛がってもらえる選手になるといいですよね。体でかいですからね。いや小さい子だったら、小さい人だったら頭撫でられたりだとかできるんですけど、でかいですからね。メジャーよりでかいんじゃないかと思うから、ね、はい、言えるかどうかですよね、だからそこら辺もやっぱもう人間がやってることですから、受け入れて本当にアットホーム なんか日本ハムみたいなあったかいチームにスポッと入れるともう家族のように働けると思うんですけども、やっぱ厳しいところに行くとね、やっぱりやっかみがあったりだとか、そういうことってあると思うんですよね、はいはい、だからいい球団に入ってほしいなって思いますけどね、はい、ピッチャーもやりたい、バッターもやりたい、野球の本場の俺らができないのにこれあるんだろうというのを、はいはい、今調査中みたいですね。豊さんとしては、はい、どの起用方法が一番いいかなと思いますかね。まあそうですね、やっぱり DH があった方が調整がしやすいと思うんですよね。ですから DH があるそのリーグに行った方が大谷はより活躍できるんじゃないかなというような気がしますけどね。またね結構移動とかもこうメジャーリーグで非常にハードだったりと聞くじゃないですか、はいはい、そういった面でやはりこう登板間隔とかがこうあまり空いてないと相当こう体には負担がかかってくるというところなんですかね。まあ、移動だとか大変だって言いますけども、はい、日本より楽みたいですよ。そうなんですか。チャーター機で全部あの、用意をしてくれるので、まあ、しんどいのは時差ぐらいらしいんですよ、はい、あとはやっぱり知らない環境に入って大谷を仲間としてすんなり受け入れてくれる、まだねこう確定はしてないですけれども、メジャーに行くんじゃないかと言われている中で、はい、こうメジャーの球団の中でもこう、はい、中4日当番なんで、まあ、ピッチャーに
専念させようとか、はい、あとまあ指名打者制のリーグであれば、指名打者も使っていこうとかっていろんな使い方があると思うんですけれども、今ですね、ささやかれてるのは、大谷を中4日ではなくて、中6日を空けて、DH とピッチャーをやらせたいという球団がたくさんいるらしいんですよ、でそれをやることによっての不協和音っていうのがどのお前できんのかみたいな、まあ、そういうのもあるし、大谷が入ることによって打線に入ることによって一人弾かれるわけじゃないですか、そういう意味も、だからまあそういうこともあるんですよね、だからそれなりの成績を残して納得させればいいですけども、最初全然数字がないなくていくわけじゃないですか、まあ、言えば特別待遇で与えられるというようなことになると思うんですけども、やっぱそこでうまく数字が残せるといいなというふうに思いますけどね。やっぱり、ね、こう持ち前の愛嬌っていうんですかね、あの可愛らしい